オリンパス事件とは、オリンパス株式会社が巨額の損失を飛ばしという手法で、損益を10年以上の長期にわたって隠し続けた、末に、負債を粉飾決算で処理した事件である。2011年7月、雑誌フォックタの調査報道によるスクープと、イギリス人社長の早期解任を契機に発覚し、大きな注目を集めた。株価は急落し会長らは辞任。 オリンパスは上場廃止の瀬戸際に立つことになった。本社がある新宿モノリスビルオリンパスが過去の M&A において不透明な取引と会計処理を行っていたことが2011年7月雑誌月刊フォックタの2011年8月号の調査報道で報じられた。株主に説明できない M&A を繰り返して巨額の損失を計上したにもかかわらず、 ホッカムリを決め込み、高額の報酬を踏んだくっている経営者にとって、シャンシャンで株主総会を乗り切った心中はどんなものだろう。胸を撫で下ろすのはまだ早い。本誌はやらせ総会など目じゃない。調査報道のとどめはこれからだ。月刊フォックタ、カバーストーリー、企業スキャンオリンパス、無謀 M&A 巨額損失の会。 2011年8月号2011年4月にオリンパス社長に就任したイギリス人経営者マイケル・ウッドフォードはこの企業買収の問題を調査し同年10月一連の不透明で高額な企業買収により会社と株主に損害を与えたとして菊川剛会長及び森久志副社長の隕石辞任を促したところがその直後に開かれた取締役会で ウッドフォードは社長職を解任される。この取締役会では、ウッドフォードの発言、議決権行使は許可されず、解任は全員賛成で決定した。後任には菊川が代表取締役会長兼社長執行役員として社長に就任。ウッドフォードはことの経緯を公表し、その異常な企業買収と会計処理の実態に、 東京証券取引所の株価は急落した。菊川は10月26日付で代表権と会長権社長執行役員の役職を返上することとなった。2011年11月、オリンパスは弁護士と公認会計士から構成される第三者委員会を設置し、さらに損失計上先送りを公式に認めた。11月24日付で菊川は 取締役を辞任した。オリンパスはバブル崩壊時に多額の損失を出したが歴代の会社首脳はそれを知りつつ公表していなかった。例を見ない大変な長期にわたる損失学史だった。2012年7月6日、オリンパス粉飾決算問題で有限責任あずさ監査法人と新日本有限責任監査法人に対して金融庁が 業務改善命令を下した。オリンパスの監査は2009年3月期までがアズサ、その後は新日本が担当していた。金融庁は、両方人間の引き継ぎについて、監査で把握された問題点が的確に引き継がれていなかったと指摘した。アズサに対しては、オリンパスが損失学士に利用した巨額の買収案件について、監査チームとは別のメンバーがチェックする。 上級審査の対象にしなかった点も問題視した。オリンパスが過去の M&A において不透明な取引と会計処理を行っていたことが2011年に発行された日本の総合情報誌月刊フォックタの2011年8月号で初めて報じられ、同10月号でも続報された。それによると2008年に行われた イギリスの医療機器メーカーであるジャイラスグループ買収の際に、ケイマン諸島に登記されていた野村証券 OB の佐川はじめが設立した投資ファンド、アクッサムインベストメントに対し、ジャイラス買収額の32%に相当する総額687億円もの、ジャイラス優先株買取代金等が支払われていた。アクッサムは、オリンパスからの最後の支払い後に、 ケイマン諸島において会社として休眠状態となった。さらに2006年から2008年にかけて野村証券 OB の横尾信正が設立した投資助言会社グローバルカンパニーを通じてアルティスやヒューマラボ及びニューズシェフなどの本業とは関連の薄い売上高数億円の国内3社を総額734億円で買収しながら 2009年3月期決算にて約557億円の減損処理を行っていた。2011年4月、オリンパス欧州法人社長から本社の COO に就任していたマイケル・ウッドフォードは月刊フォックとの記事によってこの事実を知り、独自に会計事務所プライス・ウーターハウス・クーパースに調査を依頼した。PWC の報告書ではアクサムの所有者が不明であること、 アクッサムからのジャイラス優先株買い取りには、事前の取締役解決議や法律化の審査がなく、当時の社長、菊川剛、副社長、森久志、常勤監査役、山田秀夫ら一部幹部の品議のみで決定されたことなど、コーポレートガバナンス上の多くの不審点が報告された。同年9月29日に、ウッドフォードは、一連の不透明で高額な m A により、会社と株主に損害を与えたとして、菊川会長及び森久志副社長の隕石辞任を求め、10月1日付で、ウッドフォード自身が社長兼 CEO に就任して、全権を掌握した。しかしウッドフォードはこれに手を緩めることなく、10月11日に会長辞任を促す所管を送り、両者の対立は決定的になる。しかし、 その3日後の10月14日に開かれた取締役会において独断的な経営を行い他の取締役と会議が生じたとしてウッドフォードは社長就任から半年10月1日の CEO 兼務からは2週間しか経ていないにもかかわらず解任され同日午前9時30分付で発表されたウッドフォードはフィナンシャルタイムズ氏に対し自身の解任が 過去の不透明な取引を調査したことが原因であるとして一連の経緯とともに PWC の報告書、会長及び副社長の辞任を求める書簡などを告発するとともにイギリスにおける金融犯罪の捜査機関である重大不正捜査局にジャイラス買収に関する資料を提出し刑事捜査するように促した。当初、 経営の方向性で乖離が生じたためと解任の理由を説明していたオリンパスは PWC の報告書は推測と憶測に基づくもので問題となっている一連の買収手続きは外部会計事務所と監査役会の承認を得た適正なものであると反論しウッドフォードがメディアに社内の機密情報を情報漏えいしたことについて民事訴訟などの法的措置を含めた対応を 検討していると反発していた。しかし、告発された一連の取引は、膨大な額であるだけでなく、その内容が明らかに上記を一するものであったため、ウッドフォードの解任発表及び、同氏の告発の報道直後から、オリンパスの株価は、急落、10月20日の東京証券取引所の終わり値は1321円となり、13日の 終わり値2482円から1週間で半値近くまで値下がりした。一連の報道を受けて、日本国内外の市場関係者からは、企業統治の不透明さに対する非難が相次ぎ、オリンパスの株価はさらに下落。10月26日には一連の報道と株価低迷の責任を取るとして、キクカは代表取締役会長兼社長を辞任し、高山修一が、 代表取締役社長に就任した。この頃には、市場やマスコミ報道では、優化証券報告書における、虚偽記載などの有無が取り沙汰されることとなった。M&A の会計勝利に、虚偽記載の事実が認められれば、金融商品取引法上の違法行為にあたり、課徴金処分などの対象となるほか、虚偽が組織的であり、悪質性も高い場合には、 証券取引等監視委員会による刑事告発の対象となることから、問題は深刻さを増していった。11月1日、過去の買収に関して、不正、この第三者委員会による調査の過程で、1990年代以降、有価証券投資により発生した損失の隠蔽が続けられ、その補填のために当該買収が実施されたことが明らかとなり、 11月8日、会社は記者会見を開きこれを公表した。会社は損失の隠蔽に関与した取締役副社長の森を解任し、常勤監査役の山田も辞任の意向を示した。11月10日、菊川、森、山田は第三者委員会による聴取に対し、損失学士に関与していたことを認めた。11月10日、 上半期中間決算を法定期限である11月14日までに提出できないことが発表され、東京証券取引所はオリンパスを管理名柄に指定した。12月14日までに提出できない場合には上場廃止が確定し、また提出したとしても損失隠しが重大で悪質な虚偽と認定されれば上場廃止になるという状態に陥った。オリンパスは 2011年9月期中間決算を同年12月14日発表し、ひとまず上場廃止を免れたものの、東京地方検察庁特別捜査部が関係先の一斉捜索に乗り出した。報道機関による関係者への取材では、オリンパスの在テクは社長直轄であり、内容を知る者はごく一部に限られ、平成10年から山田秀夫元監査役と、 森久志元副社長が中心となって、投資による損失を移し返える、飛ばしと呼ばれる不正が行われ、損失の受け皿になるファンドを海外に設立するなど、直接、損失学士に関わった。その後、イギリス企業の買収に際し、巨額の買収先企業の優先株買い取代金等を支払ったように見せかけて632億円を、年出、外部の関係者が、 2006年から2008年の国内ベンチャー3社の高額買収に深く関与、国内3社の買収費を水増しすることを提案して716億円を捻出し、いずれもオリンパスの損失解消に使われ、こうした様々な工作の報酬や手数料として、オリンパスからは、証券会社元社員などの外部関係者に合わせて150億円が支払われたとされている。 2012年2月16日、東京地検特捜部と警視庁、捜査2課が強制捜査に着手。特捜部は、オリンパスの菊川前社長、森前副社長、前上勤監査役、証券会社の元取締役の4名を、警視庁、捜査2課が、投資会社の社長、取締役、元取締役の3名を、金融商品取引法違反で、それぞれ逮捕した。 また、投資会社の社長と取締役については、損失隠しに使った会社への出資金名目で約3億4800万円を知人の会社から騙し取った詐欺罪で起訴された。同年12月20日、アメリカ連邦捜査局がオリンパス幹部の指示で飛ばしに関わり、報酬を得た容疑でシンガポール在住の台湾人を逮捕した。2013年6月11日、 東京地検特捜部は、投資会社の社長ら3人を、組織犯罪処罰法違反の疑いで再逮捕した。2015年10月23日、東京地検特捜部は、アメリカ合衆国に在住していた、投資上限会社元代表を、金融商品取引法違反法除罪などで、在宅起訴した。2013年7月、東京地方裁判所は、前社長、菊川剛に、 懲役3年執行猶予5年、副社長、森久氏に懲役3年執行猶予5年、山田秀夫前常勤監査役に懲役2年6ヶ月執行猶予4年、法人であるオリンパスに罰金7億円の判決を言い渡した。2014年12月、東京地裁は、市内役の元証券会社社員に対し、検察官が主張していた金融商品取引法違反の 共同共謀制犯の罪ではなく、法助の罪にとどまることを認定し、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年、罰金700万円の判決を言い渡した。2015年2月、アメリカ証券取引委員会は、損失隠しに関わった米国在住の指南役に対し、証券業界で働くことを禁止される代わりに、事件の調査に協力したとして、 司法取引に応じて刑罰が課されないことが判明した。2015年7月、東京地裁は、市南役の元証券会社社員ら3人に対し、検察官が主張していた、金融商品取引法違反の共同共謀正犯の罪ではなく、法助の罪に留まることを認定する一方で、2人については、詐欺罪、また3人については、組織犯罪処罰法違反を認定し、 懲役4年、罰金1000万円、懲役3年、罰金600万円、懲役2年、執行猶予4年、罰金400万円の有罪判決を言い渡した。一連の問題で損失を被ったとして、オリンパスの株主が損害賠償を求め、大阪地方裁判所に民事訴訟を提起。2015年7月21日に、同地裁は株主らの訴えを認め、 オリンパスに対し契約2100万円の支払いを命じる判決を言い渡したオリンパスと株主が損失隠しをした旧経営陣に損害賠償を求めた株主代表訴訟で東京地方裁判所は 旧経営人16人に対して、総額約590億円をオリンパスに支払うよう、命じる判決を言い渡した。2019年5月16日に、東京高等裁判所で行われた、控訴審では一審判決の一部を取り消し、菊川元社長と森本副社長、山田元監査役の3人の賠償責任を認め、賠償金約594億円の支払いを命じた。 2020年10月22日には最高裁判所でオリンパスと株主側、休憩営人側の双方の上告を退ける決定をしに新判決が確定した。この事件は様々な呼び方が存在する。以下はその例である。なお、オリンパス工学事件は別時期別種の保証金請求事件である。ありがとうございます。